新幹線 E5 系、H5 系電車。新幹線 E5 系、H5 系電車。新幹線 E5 系、H5 系電車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本、北海道旅客鉄道、JR 北海道の新幹線車両、新幹線電車。JR 東日本所有者が E5 系、JR 北海道所有者が H5 系であるが、 両者がほぼ同一仕様であることから本校では一括して解説を行う。E5 系は東北新幹線において最高速度時速 320km 運転を行うために開発され、2011年3月5日から営業運転を開始した車両で E2 系の実質的な後継車両に位置づけられている。キャッチコピーはメイドインドリーム21世紀の夢の超特急を 形にしたら、こうなりました。一編成、重量あたりの製造コストは、約45億円。2012年に、鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞している。当初は、E5 系の運転開始と同時に新設された、東北新幹線の最速達列車、はやぶさ専用で充当され、2013年からは、早やで、やまびこ、なすの、といった、 東北新幹線系統の他の種別にも投入されている。JR 北海道は2016年3月26日に一部開業する北海道新幹線向けの車両として E5 系をベースにした H5 系を導入した。ただし、車体中央の帯色や内装が E5 系と異なる後日、JR 東日本が2000年に策定した中期、経営構想、 ニューフロンティア21における世界一の鉄道システムの構築において東北新幹線を最高速度時速3 6 0トルで運転させることが含まれておりそれに基づき2002年に車内で発足させた新幹線高速化推進プロジェクトにおいて新幹線高速試験電車ファステック 360E954 型 E955 系電車を開発し 2005年から地上設備も含めた各種試験を行っていた。その結果、環境対策やコスト対効果を考慮すると、最高速度時速 320km が妥当と見直され、この最高速度に対応した車両として E5 系が開発性作れた。2009年に量産先行車 S11 編成が落成。車両は川崎重工業と日立製作所で製造され、 仙台港まで海上輸送2009年5月24日から30日にかけて陸揚げ及び新幹線総合車両センターへの搬入が割れた2009年6月15日より仙台北上間で走行試験を開始2009年10月17日に行われた新潟新幹線車両センター公開で e い系が展示された その後も走行区間を延長しつつ走行試験が継続されていたが同年12月9日に東京駅に初めて入線した同時に報道関係者に公開された2010年1月中旬から e 3系、r 2 1編成と連結した上での試験走行が実施された同年10月26日には E6 系と連結での試験走行が初めて行われた。2013年頃から U1 編成として営業運転をしている。中でもこの編成は普通車5から8号車だけ唯一先行車仕様の座席シートが使用されている。2010年11月22日と23日には量産車である U2 編成が陸上げされた。 2011年3月5日にまず3編成が導入され、早草として営業運転を開始した。この当時は単独編成のみで、東北新幹線の大宮駅、宇都宮駅間を最高速度時速 275km、宇都宮駅森岡駅間を最高速度時速 300km での営業運転を行っていた。早草の運転本数は、 東京駅から新青森駅間に往復と東京駅仙台駅間一往復であった。しかし、営業運転開始直後の3月11日の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災発生に伴い、東北新幹線が全線復旧する前日の4月28日まで E5 系は営業運転を中止。4月29日の全線開通時に運転を再開したが、 復旧工事に伴う暫定ダイヤのため時速 300km 運転が不可能となっていた。7月9日のダイヤ改正で、宇都宮駅福島駅間と一ノ関駅、森岡駅間で9月23日の復旧工事完了に伴うダイヤ改正で、福島駅仙台駅一ノ関駅間で時速 300km 運転が再開された。2011年11月19日からは、 三編成が追加投入されて合計六編成となり新たに早手山彦にも充当されるようになった。なお早手山彦においてもグランクラスの営業は行われるが E3K0 番台との並結運転を行うため最高速度は時速 275km とされた。2012年3月17日のダイヤ改正では四編成が追加投入されて 合計10編成となり、新たに、ナスのにも充当されるようになった。2012年4月27日からは、1編成が追加投入されて、合計11編成となり、同年9月29日のダイヤ改正時に5編成を追加投入。2013年1月26日からは、4編成が追加投入されて、合計20編成となった。なお、 この車両変更によって E5 系単独で運転される、早手、山彦、ナスのも設定されたが、これらの列車の最高速度も時速 275km となっている。2013年3月16日のダイヤ改正では、3編成が追加投入されて合計23編成となったのを機に、新青森駅発着の早手を E5 系に統一し、 単独運転の、はやぶさにおいて、最高速度時速 320km での営業点を開始した。また、E6 系、スーパー小町との並結運転も開始され、同列車と並結する列車は、はやぶさへ統合された。なお、E6 系は本系列との並結運転により、一部の山彦、やまびこ、のでも運用される。なお、この改正に先立ち、量産先行車である、 s 十一編成が二千十三年二月二十八日付で量産化改造をされ u 一編成に改版された。二千十三年九月二十八日のダイヤ改正では四編成が追加投入され量産専攻車を含めて合計二十八編成となった。二千十四年三月十五日ダイヤ改正で併結する秋田新幹線の車両が e 六系に統一され、 早草ぶ全列車が最高速度時速 320km で運転されるようになった。H5 系の第一編成である H1 編成は2014年10月8日から11日にかけて川崎重工業兵庫工場から出場し、13日に最初の2両が函館港に陸揚げされた。その後、第二編成も陸揚げされ、 22日までに2編成20両が、函館総合車両基地、現、函館新幹線総合車両所に搬入され、11月1日に、同車両基地で、報道陣に初公開された。2014年度の走行試験は、2014年12月1日に、函館総合車両基地から新函館北斗駅間で、開始され、新函館北斗駅で歓迎セレモニーが開催された。 翌2日から、木古内駅から新函館北斗駅間の本線上で、本格的な試験走行が開始され、7日から区間を奥津軽今別駅から新函館北斗駅間に延長し、初めて青函トンネルを通過して、本州側に入線した。最高速度も当初の時速 30km から12月13日に、時速 130km12 月26日に、 時速 260km と段階的に引き上げられた。2015年1月30日からは、積雪時の走行安定性、気落雪の影響、低温での各機器の動作状況、青函トンネル内での機器への影響等を確認する、当器性能検証に重点を置いた走行試験に行し、同年3月1日まで実施された。2015年度の走行試験は、 まず2015年4月21日から、奥津軽今別駅から新函館北斗駅間で開始され、5月24日から区間を新青森駅から新函館北斗駅間に延長し、新青森駅へ初入線した。同年7月30日に終了し、秋からは新青森駅から新函館北斗駅間で乗務員訓練等が開始される。JR 北海道は、 北海道新幹線新青森駅から新函館北斗駅間の開業までに4編成40両をシルベする予定であり、2015年6月までに4編成すべての陸揚げが完了した。車体はアルミニウム合金による中空トラス断面のダブルスキン構造を採用した。トンネル引き圧波を低減するため、 車体高 E954 型と同じく 3650mm とし、車体幅は 3350mm とした。車体傾斜を考慮して、車体側面を内傾させている。戦闘車の戦闘形状は E954 型8号車のアローラインを元にしたダブルカスプ形とし、トンネル引き圧波の低減を図っている。また、ノーズの長さを E954 型の16メートルから約15メートルに短縮しており、先端部分には連結器を収納した開閉式の連結器カバーと下部にスノープラウが装備されているが、新函館北斗方の先頭車である10号車は、打形式と並結運転を行うため、電気連結器付き密着連結器と自動開閉カバーが装備されている。キャノピー状となった運転台には、 上部に全小灯、四連飛び灯を備えており、前面にワイパーが2本装備されているが、そのうちの1本は非常用であり、通常は使用されない。運転台後部から乗務員扉の間には、機器室を設置したため、その間は長い通路となっている。量産線校車である U1 編成では、N700 系と同じように、両先頭車、1号車と10号車の運転台側の、 乗務員が、内開きのプラグドア、客用扉が内プラグドアとなっており、他の車両は、客用扉は、通常の引き戸となっていたが、量産車である、U2 編成以降では、客用扉の内プラグドアは廃止され、通常引き戸となっている。車両側面には、フルカラー LED 式行き先表示器が設置されている。e 3系2 0 0 0番台に準じており、列車種別、 座席種別のほか、途中の停車駅なども表示できる。車体の色は、未来を感じさせる先進的イメージとスピード感を表現するため、E954K、ファステック 360S を元にし、上部を、時はグリーン、下部を、ヒ運ンホワイトとし、その境目となる中央に、早手ピンクの帯としている。先頭車両、1.10号車には、早草をモチーフにした。 ロゴマークが描かれている。H5 系も基本的に E5 系を踏襲しているが、帯がライラックやルピナス、ラベンダーなどを想起させる、最下パープルに変更されている。また、ロゴマークは1、3、5、7、10号車の両側面、1編成10箇所に配置され、北海道の雄大さと北海道に飛来する、白早草をモチーフにした JR 北海道独自の、 デザインとなっている。床下機器は、大枠横張りからの吊り下げとしており、騒音対策として、車体側面の裾部分には、点検蓋を兼ねた塞ぎ板で、車体下半分を覆う構造としている。また、車体連結部分には、全周炉と車体間ダンパーが装備されており、騒音低減と車体間の揺れの低減がなされている。全周炉は、屋根部分と、 側面部分に分割された型持ち支持方式となっており、連結時には車両の2位側に固定され、隣の車両の1位側にリング機構で押し付ける構造となっているが、U28 編成からは車両端に取り付けられたお互いのゴム製前、フォローを付き合わせる構造に変更されている。また、車体側面の裾部分の台車付近にはカーボンファイバー製の台車カバーを採用して軽量化を、 測られており、吸音材を使用することで、騒音低減を図っている。河川からの単相交流 25KV を周辺圧器で、高圧した上で、主変換装置のコンバータで直流に整流した後、インバータで三照交流に変換して、主電動機を制御する、VVVF インバータ制御方式である。M1M2 ユニットを採用し、M1 社 E515 系、e E525 系には、主変換装置、終電装置の他に、空気圧縮機や補助電源装置などの補給類が適宜、搭載され、M2 社 E526 系には、主変圧機、主変換装置が採される。主変圧機は、強制風冷式を採用し、3139馬の容量を備える。主変換装置のコンバータとインバータには、 イベット素子を使用した3レベル、電圧型 PWM 制御を採用したことにより、主電動機や主変圧器の電磁騒音、主電動機のトルクの変動を低減している。補助電源装置は、静止型変換装置 SC215A が採用される。補助変圧器、低電圧交流電源用 PWM インバータ、イベット素子による、 直流電源用絶縁型コンバータで構成されており、周辺圧器の3次間線、単相交流 400V50Hz を電源とする。供給する電源としては、非ー等など、非安定電圧でも良い負荷で使用される、交流 100V、コンセントやサービス機器用である無停電電源象、交流 100V、制御、ブレーキ電源、蛍光灯などで使用される、 直流1 0 0トの3種類がある。主電動機は、カゴ形3小誘導式の MT207 である。冷却方式は、自己通風で、定格出力は E2K と同じ3 0 0ットであるが、特性を変更することで高速走行に対応させている。ブレーキ方式は、回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを採用している。ブレーキ指令は、 一旦車両情報管理装置、STIMS により、回生ブレーキ力と空気ブレーキ力の演算を行ってから、編成の各車両の主変換装置、ブレーキ装置に指令が送られる、編成ブレンディング制御を行っている。なおブレーキ制御装置は信頼性向上のために重化されており、地震発生時において、停電検知装置が作動した際には、 通常の非常ブレーキよりも高いブレーキ力指令 HB を出力するとともに、後述するセラミック噴射装置からセラジェットを噴射する。また、h 5系では在来線との共用走行区間である、青函トンネル内の連続下り勾配区間を一定速度で走行できるようにそもそも即ブレーキを装備している。 このそもそも速ブレーキの装備は、北海道新幹線への対応工事として、E5 系、U1U28 編成にも追加された、U29 編成以降は、新生児より装備。台車は、E2 系の台車をベースに、耐久性、制動性を強化したアンチ用断髪機の、ボルスタレス台車で、住友金属工業、日立製作所、川崎重工業が製造した。 車輪の直径は八百六十ミリメートルである。両段波は高減水化されて高速安定性を高めており、軸箱支持装置は二枚指示板式を採用しており軸箱支持構成を見直して走行安定性を向上させている。軸箱と台車枠のマーハリの間に軸段波を装備しており、軸段波の定数を並行して取り付けられている軸羽根とともに最適化を図って 乗り心地を向上させている。車軸軸受けは、実績のある有力式延筒頃、軸受け JC39A を採用しており、アルミニウム製の軸箱体は軽量化を達成しつつ、温度上昇の低減を考慮した形状とした。基礎ブレーキは、キャリパー式車輪ディスクブレーキが装備されているが、付随台車には、さらにキャリパー式車軸ディスクブレーキを2枚装備している。作動方式は、 滑走再粘着制御の技術の進化と高速域からのブレーキによる熱の影響を受けにくくするため空圧油圧変換式から空圧式に変更されている。また、ボルトの負担とディスク面の熱変形等を最小限に減らすために車輪のホイール部両側と車軸に装着されたブレーキディスクのボルト締結を内周締結式から中央締結式に変更して ブレーキ力強化を図っている。また、量産先行車には乗り心地の向上のため、枕羽根である空気羽根の定数をギリギリまで下げて柔らかく設定し、車体と台車枠の間をトーションバーで連結し、台車の打行動と車体のローリングを抑制するトーションバー式のアンチローリング装置を装着している。台車形式は電動台車が DT208。 付随台車が TR7008 となっており、先頭車両運転台側の付随台車のみ、レールと車輪との粘着力を高めるためのセラミック、噴射装置を備えた TR7008A である。駆動装置は、より軽量化を図った WN 次手式平行、カルダン方式、QD208 である。次手軽量化により、 小型化を図ったハスバ歯車を用いた一段減速式で歯車比は82、31イコール2.65とし収納する歯車箱はバネ下重量軽減の観点からアルミニウム合金製である。全車両に同様防止制御用の加速度センサーが検知した左右方向の反対方向への力を電気指令により 電気式のローラーネジ式アクチュエーターを駆動させることで発生させ左右の振動を打ち消すフルアクティブサスペンションを搭載しており E2 系の空気式と比べて空気配管やタンクが不要となり軽量化を果たしているまた記録された線路データと地点情報をもとに車体傾斜制御機により車体傾斜電磁弁を作動させて車体の台車枠の間にある 空気バネの空気圧を変化させることでの空気バネのストロークを変化さ、車体を最大1.5度傾斜させることができる空気バネによる車体傾斜システムを搭載しており、半径4000メートルでの曲線区間において時速320キロメートルでの走行が可能となっている。本社のフルアクティブサスペンションには減衰力調整式ダンパも並行して搭載されており、 フルアクティブサスペンションが故障した場合は、セミアクティブサスペンションとして機能することできる。営業最高速度の引き上げで、さらなる低騒音化が求められ、編成中で使用するパンタグラフは2機中1機のみ、3、7号車に搭載しているうちの進行方向に、対して後くらい側となったため、利線しづらい1に分割スリー付き、区のあざしは区の、 シングルアームパンタグラフ PS208 型を装備している。これは量産先行車において区のアザ手枠と一本手枠の2タイプのシングルアームンタグラフを装備して比較試験を行った結果採用されたものであり E954 型でテストされた PS9037 をベースにしている。12分割されたスリー板の中にはスプリングが内蔵されていて 河川にしなやかに追従することができ、その周囲には、側面の大型遮音板の他に、外資側面部に、小型の遮音板が設置されており、低騒音化と騒音防止が図られている。また、騒音低減のため、特攻圧引き通線は、E2K0 番台と、同じく車内天井部に配置した。インテリアは、ゆとり、優しさ、あなたのを、キーワードに、自然の色を基本に、 暖かで、落ち着いた空間にデザインされ、先頭車両の客室スペースの縮小と5号車に、多機能トイレ、多目的室のバリアフリー設備が設置されたため、一編成の定員は、e 2系千0番台より八十三名の減少、二百系系編成十両編成、二百二十五系四百番台、先頭車千五百番台組み込みの場合より八名減少の七百三十一名、七百二十四名、 二置き場の設置により変更。普通車のシートピッチも e 2系より拡大、980mm1、040mm されたが、トイレ等の設備がない偶数号車、2、4、6、8号車の定員は e 2系と同じく100名98名、物置き場の設置により変更であり、シートピッチの拡大が定員限の原因ではない。また三人がけシートの横幅拡大。 AC 席 430mm440mm、mm、B 席 435mm460mm、mm、も行われている。H5 系も基本的に E5 系を踏襲しているが、北海道への旅の序章として、その先の旅への思いを奏でる。プロローグ・オブ・ザ・ノース・エクスペリエンスをコンセプトに、普通車のとこ物に、雪の結晶をあしらったデザインとし、 同社のブラインドには、縄文、藍の時をあしらうと、普通車、グリーン車、グランクラスそれぞれで内装に、独自のデザインを採用している。なお、都道総合振興局は、車両の内装に、道南杉を使用するよう要望していたが、JR 北海道に、トラブルがあり、十分にアピールする機会がないまま車両が発注された、こともあり、立ち消えとなった。グリーン車。 グランクラスは新箱建北斗放射端の1カ所に、普通車は各車両端の2カ所に、客用扉、デッキを設けた。全座席に読書灯が設置されるほか、空気清浄機、フルカラー LED 式表示装置、コンセントも設置される。コンセントについては、グリーン車は全座席に、普通車は窓側席のみに設置されている。2015年度増備分の U29 編成からは、 普通車もすべての座席に設置。また、防犯のため、車両デッキには、防犯カメラも設置される。トイレは2両に1箇所、奇数号車の新箱館北斗方に設置されており、洋式トイレ2箇所と男性用小便器ブース1箇所、洗面所2箇所という構成である。ただし、5号車は、洗面所が1箇所のみとなっている。バリアフリー対策としては、5号車と9号車に、 車椅子対応設備、出入り口の拡張、車椅子対応座席の設置、車椅子対応トイレなどが設置される。トイレはハンドル式電動車椅子対応とされている。さらに、5号車には多目的室も設置される。また、外国人利用客の増加に伴い、2017年7月から2018年2月頃までにかけて順次、普通車の偶数号車の東京より、 一番の DE 席と9号車のグリーン車のデッキスペースに荷物置き場を設置するよ。H5 系は E5 系との共通運用を想定して座席配置など基本的な部分は E5 系と共通となっているがドアの内側も JR 北海道のコーポレートカラーである萌え着色にするなどの違いがある。また車内照明は発光ダイオード LED を採用し普通車では E5 系の2013年度以前の造備車 U28 編成以前では窓側と車両の両端の席にしかなかったコンセントを全ての座席に設置する。なお、これらの仕様の一部 LED 照明、普通車前席コンセント設置などは E5 系の2015年度以降の造備車 U29 編成以降にも反映されている。従来のグリーン車よりも上位となるファーストクラス。 スーパーグリーン車、歌唱の導入が2008年8月に発表されて、いたが、2010年5月11日に正式名称が、グランクラス、グランクラスに決定したことが発表された。デザインコンセプト、特別な旅のひとときをあなたに、エクスクルーシブドリームマイナスを、キーワードとして、客室やシートがデザインされており、シートピッチ11、mm、1160mm1 300、300mm、 いや、座席幅 475mm520mm、mm、の拡大などが行われる。定員は18名、3人6列で10号車に設定される。なお、量産先行車の申請時には設置されず、準備工事にとどまっていた。これは、シート自体が開発中であり、最終仕様が決まったのが2010年初頭であったことによる。営業運転の最高速度は、 時速 320km で、上り3パーミルでの均衡速度は、時速 360km である。標準編成は重量とし、電動車と付随車の構成、MT 比は8、2である軌道加速度は、時速 1.71km、S であるが、e 3系との連結時には、e 3系と性能を合わせる、軌道加速度を、時速 1.6km、S にする。 切り替え機能を搭載する。曲線通過時の乗り心地を向上させ、半径4000メートルのカーブでも、時速320キロメートルで走行できるように、空気バネによる車体傾斜システムにより、外気側を上昇させ、車体を最大1.5度傾斜させることができる。本系列に属する各形式名とその車種は以下の通り、 編成全体は4つのユニットで構成されており、電動車、中間車は、奇数号車と多摩数号車で1ユニットを構成し、さらに先頭及び最後尾の付随車、制御車2両を合わせて重量としている。編成記号は E5 系が U 編成、H5 系が H 編成である。なお、万代区分は E5 系、H5、e、系とも共通である。 2017年10月1日現在、全36編成が JR 東日本新幹線総合車両センターに配置され、以下の列車で使用される。なお、早草は、宇都宮駅森岡駅間で時速 320km 運転を実施する一方、早草以外の列車では最高速度時速 275km で運行される。 2017年10月1日現在、全4編成が JR 北海道函館新幹線総合車両所に所属されている。E5 系同様、E6 系と東京駅、仙台駅森岡駅間にて、並結運転が行われている。2018年3月17日現在は、 通常は、はやぶさ10.1924.3336.955と、やまびこ223号で運用されている。繁忙期などは、他の列車にも充当されることがある。E5 系は2015年度までに量産先行車を改造したものも含めて、合計で59編成を投入し、東北新幹線では、ミニ新幹線、翼、 小町を除く列車をすべて新型車両に置き換える計画であるが、2014年末の時点では、蒸気計画の約半数で、東北新幹線向け E2KJ 編成と同数の28編成に止まっていたが、2015年11月より U29U31 編成が増備され、また、2016年末から2017年初にかけて U32 及び、 U33 編成が増備され、2017年3月末日現在、33編成が在籍する。なお、2016年3月の北海道新幹線の新青森から新函館北斗駅での開業時点において E5H5 系は、道南や東北新幹線での運行を前提とした車両であるために、2031年春予定の札幌開業に向けに、 車両更新での入れ替えも前提とし、より厳しいシりべし管内の機構に対応できる、管理地対応な新幹線車両の開発を検討しているという報道もあるが、報道時点で JR 北海道の広報は否定をしている。2023年に開業が予定されているインド高速鉄道向けに E5 系への同型車両が25編成輸出されることが決定している。 最高速度は時速 350km、定員数はビジネスクラス55名、スタンダードクラス698名を予定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。